いらっしゃい。そろそろ早速依頼の話に移る。あなたに集めてきてほしいもの。なんだか似たような依頼を以前受け、それこれらの食材にはちょっとこだわりがあって、一つずつ入手先が違うから、買ったらその都度連絡をちょうだい。まずは比較的入手しやすい粒あんね。300g のお店は新宿の繁華街に行く道の手前にあるわ。これを渡せば引き換えられるはずよ。それじゃあハッカーさん。
ハック開始だ。みんなのおかげだよ。さあ、行こう。なんとかなったね。さあ、行こう。みんなのおかげだよ。さあ、行こう。いっけー。you
さあ行こう。いっけなんとかなったね。ハック開始だ。みんなのおかげだよ。さあ行こう。なんとかなったね。開始だ。みんなのおかげだよ。
おかえりなさい。上出来よ。それにしてもあの明太屋のサイト、サーバに自身のデジモンを置くことで、戦うことでデジモンを鍛えることもデジラボにも通じるところがあると思わない？それじゃあお願いしていた食材、粒あん、リンゴ酢、くびれずった、あとは極上の明太子もそのうち、いい働きをしていつかの未来。こんにちは。ご機嫌いかがかしら。おや、珍しい客だな。その様子だ。ご名答。さすが。ほう、これはこれでまた私の研究が進むというものだ。ええ、とっ。ああ、帰ってきたか。少し待っていてくれ。それで頼まれていた依頼は全て解決できたのか。立派な助手のために所長、新作の極上明太マヨコーヒー、粒あんと海ぶどう添え、粒々隠し味に使ったリンゴ酢の甘酸っぱさで言うまでもなく、そうか、倒れるほどに美味というこ。すまねえ、ハッカーに。悪いが、お前一人で来てくれ。すまねえ、余計なことは話すなって言われてるんだ。さあ、行こう。なんとかなったね。
さあ行こう。みんなのおかげだよ。さあ、行こう。みんなのおかげだよ。呪ってあげるね。みんなのおかげだよ。さあ、行こう。なんとかなったね。さあ、行こう。
なんとかなったね。さあ、行こう。いっけみんなのおかげだよ。呪ってあげるね。いっけなんとかなったね。ハック開始だ。いっけさあ、行こう。みんなのおかげだよ。ハック、開始だ。ハック、開始だ。みんなのおかげだよ。さあ、行こう。いっけThank you.
んとかなったね。後ろだ。あれ、ちょっとしっくりこないな。ぐうん、これも違うな。わーはっはっ、おそれじゃしきご、うん、おはっはこんなところまでの、だが、そ、なぜならばきさ、そのリーダーたる悪の女王にしてヘルアッキーノ様だからじゃ。わらわの美しさにメロメロ、あ、メロメロをかけてメロンパンって言ってみたけど、さあ気を利かせてくず餅を買い、あ、そういえばさ、くず餅ってさ、きな粉が多すぎるとさ、そんで黒蜜多めにしておくとそのあたりも緩和されて、え、話か、くず餅話に花を咲かせているパ、おほん、よくぞ話を元に戻したの。ちゃ、その息やよし、いでよ地獄の365丁目より。うわー、ガルルルクックック、だが今では、これより大事な仲間を5000円を差し出す。どうじゃ、あ、アッキーノさん、その額だと多分払えちゃ、え、嘘、学生さんに5000円はきついでしょ。でも5000円とかしょぼすぎっすよ。ヤススくん、100ポイント減点。ええ、考えても5000円あればアグモンやガブモンにたくさん行ったでしょ。あたしたちはテイマン、ハッカーにはデジモンはただのデータだってバカにして、デジモンの生活の質、それを言うなら BBQ じゃなくて QOL っすけど、クオリティオブライス、そうよ、そのクリスピーオブライスを高め、金よ、て愛を維持するのだって金が必要、あたしたちは、すいませんした、これから心を入れ替えるっす。むしろ俺がアッキーノさんに5000円払う。分かってくれて嬉しいよ、ヤスッスくん、その成長に、やったっす。あ、アッキーノさん、水差すようで悪いんですが、やっぱりあんまり、え、せめて10万、無理、私お年玉だってそんなにもらったことないもん。ロキア、10万円、そうよ、何せ10万円あれば10個もさすでしょ、でしょ、うん、よし、そう、大切な仲間を人質に取るならば、ハック開始だ。この子は、自分を責めないで、アグモン、ガブモン、ハッカーバトルの勝敗を分けるのはハッカーのこの敵は、さあかかってきなさい。あ、やっぱリアルファイトは痛そうだから、ホットドッグ早食い競争で勝負よ。どうどうどう、アッキーノさん、あ、
そうだった。へえ、この誘拐な、実はエデンでお前と別れたから店にも居づらくてさ、行くところなくてうろうろしてたんだ。そしたらこいつらと会って意気投合しちまって。びっくりさせてごめん。私白峰ノキア。テイマツ、この子たちはアグモンとガブモン。よろ。ねえ、ちとせ、もうおし、あんがとな。よくわかんなかった。うん、名演技だったよアグモン。あれ、あ、おもこら、アグモン、この人クーロンで怖い人に追いかけられた時に、あ、本当だ、あの時は助けて、ありがとう。そっか、君がアグモンとガブ、私からもお礼を。君が助けてくれなきゃ、私だって、それにしてもみ、いや、多分最初からバレバレだったと思うっす。嘘だ、ハリウッド女優大根役者って何、もう食いしんな、変な。でもこいつらのアホなノリのおかげで迷ってたんだよ、お前に。でもそうだな、これ以上、あいつはな、この間のサーバーへの侵入、ユーゴからの依頼を片付けると見せかけて、もしかしたらこれまでの依頼も手を引くよう説得したけどダメだった。お嬢の命がかかってんだ。チームを抜けるってわけじゃないんだけどさ、リュウジは岸辺からの指令でアンダーゼロを、だから俺も行く。リベリオンズの奴らもアンダーゼロ攻略を目指す。ノキエたちが巻き込まれんのも見捨てておけねえしな。こいつらまだできたばっかりのチームで、やっ、なんかほっとけないんだ。心配しないで、千歳と龍一くんの仲直りが成功したら、千歳はフーディと、そりゃ千歳がチームに入ってくれたらこれ以上ない戦力だけど、だから安心して。ねえねえ、千歳って元柔道？ああ、そうだぜ。俺たち柔道の噂を聞いてリベリオンズを作る。そうなのか、今はこんな感じだけど。あんた飯の話か、俺も知りたい。極上に、もうアグモンガブモンってば。でもこんな機会めったにないから、龍造くんが見つかる。任せろよ。あと俺のダチの名前は龍と言うわ。お前は店に残って、お龍二のことは悪いな、そうん、な顔すんなって、心配すんなって、あの兄弟の面倒し。そうか、お前はどうするつもりだ。俺が神代と組んでいること聞いたんだろ。何を言われても俺は神代と手を切るつもりはない。エリカ、やっぱり。少し前からなんとなく気づいてた。もういいよお兄ちゃん、私のことはもういいから。いいわけあるか、誰のために。もういいんだよ、私なら大丈夫だと。バカを言うな。お兄ちゃん待って。エリカ、あいつを少し頭を冷やす。心配するな、
アンダーゼロから。お兄ちゃんは…そっか…お願い、追いかけて。お兄ちゃんと千歳を。アンダーゼロはバルハラスターバの最深部にあるの。そんなのどうでもいい。柔道が解散した後、お父さんとお母さんが死んで、お兄ちゃんは私のために働かなきゃいけなく、自分が大事にしていたものを全部曲げなきゃ。だからお兄ちゃんが昔みたいになれる場所、だからフーディエは残ってない。
開始だ。いっけいっけ一切なんとかなったね。
ハック開始だ。さあ、行こう。さあ、行こう。いっけー。ハック開始だ。みんなのおかげだよ。ハック開始だ。いっけー。みんなのおかげだよ。お前、何お嬢に頼まれてきた。おいおい、お嬢についていてくれ。なんだそりゃ。まあ、後輩、よかったら一緒に攻略しない？千歳の後輩、私たちこれぞチームの若いやつら連れて。そうなの。それは私が弱くて、ユーゴやフェイにも。でもだって私いろんな人に認め。大丈夫だ。そうだよ。はう。お嬢のワームモンといい、こいつらといい、それともよーし、誰よりも早く見てなさいよ。ああ、ちょ、おい。友達って真田かよ。せいっけね。んなこと言ってる場合じゃない。追いかけるぞ。ワームも体重い。こんなところで。それなら私忘れた。私はエリカの代わりになる。何でも言って。ワームも岸辺を調べて、徹底的に。
一丁揉んでやりますか。いっけIt's my hacking business. Itche. なんとかなったね。ハック、開始だ。いっけ。一丁揉んでやりますか。いっけ。なんとかなったね。お疲れさん。
始だ。やるってのか？いっけー。一丁揉んでやりますか。よし、いざ勝負。It's my hacking business. Hehe, お疲れさん。無敵だよ。くそ。リュウジ、何しに来た？お前を止めに来た。気づかないか、リュウジ。昔俺たちが攻略した時はどうもこの騒ぎ。よそのチームに行ったやつには。俺はチームを抜けたつもりなんかねえっつの。お前がアンダーゼロに行くっつうからわざわざ来たんだろうが。そんなこと誰？前から言おうと思ってたけどよ。
頭ごなしに突き放し、そんなんだからいつまで経ってもあいつが年上のくせに大人げねえとは思わねえのか。真田のことは言ったはずだ。アンダーゼロの監視は岸辺からの依頼だ。どうあっても俺を取る。ああそうかよ、らしくねえ。ちった頭ひ、お前ありがとうよ。俺の邪魔をするな。石頭、なぜ邪魔をする。岸辺の依頼を失敗する。お兄ちゃん、エリカ、お願い。あらあら、いい、あなたがいい具合に追い詰めてくれま、彼らの達成感を満足させられるレベルに、これでうまく岸辺、おい、これひょ、そうだと思う。神城のサーバーに仕込んだマルウェイアンダーゼロにコアまで降りちゃダメ。まずい、ノキアたちが先に。おい、通信メインフレームを囲うように。通信はエリカ、くそ、早く。おい、ま、ハック開始だ。さあ、行こう。
っけえ。ハック開始だ。ハック開始だ。いっけえ。みんなのおかげだよ。
ことが。フェイ、あれはノキアのデジモンか。ノキアがフェイに。はいはいはい、岸辺よく頑張ってわ。あとはもう休んでてくれていい。ここにみんなを連れてくるの。数字書き通り、ここにみんなを。手のひらで転がす。あなたたちの未成熟で青。あれは。おいおい、これって。ルシ、なんだこれを。俺は。消えた。千歳が消えた。柔道も仲間もみんな消えた。両親も消えた。エリカも消える。みんな消える。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 絶対に負けられない。みんなのおかげだよ。何だったんだよ。誰か俺の。
エデン。ちくしょう。消える。あんなお兄ちゃん。体なら平気だよ。もうすぐ退院。ゆりか。ワームもやってくれた？やったけど、エリカの退院許可を出すためにね。お兄ちゃんのことを聞いて、おとなしくここで治療なんて受けていられ。どっちにしろ、岸辺がお兄ちゃんを切った時点で、だったら。エリカ、二人にお願いがあるの。お兄ちゃんと千歳の仇を取る。岸辺理恵を叩き。エデンの様子はどう？復旧してるよ。アンダーゼロの騒ぎの後、一度き今もバックグラウンドで調整が続いてるよ。復旧作業に追われている今ならアバロすぐに侵入しよう。侵入してどうするって？岸辺を警察に突き出す電脳犯罪捜査課サーバで。でも岸辺みたいな手合いは人を脅せるデータを絶対に手放す。上城のメインサーバー、通称仮に目的のデータが岸辺の悪事が。そうかもね。私変。あんまりふざけてるとねえヘリカ、もちろんあんたは私のデジモンなんだから。さあ記憶を。通信制限に足止めされているよ。以前君が仕掛けたマルウェアが。岸辺理恵、落とし前をつける。そういうこと。
なんとかなったね。私のデジモン強いんだよ。みんなのおかげだよ。ハック開始だ。いっけみんなのおかげだよ。お注射言っときます。いっけー。ハック開始だ。文句あるってのか？いっけー。
ハック開始だ。いっけいっけ。なんとかなったね。
さあ、行こう。いっけいい？まあまあかな。アバロンサーバー、ワームも秘密の部屋に入るにはパコードは毎日変わるから直接行って任せて。あの子、記憶を共有化してからちょっとは頼もしくなってきた。まあ何準備はいい？まあまあかな。ハック、開始だ。まあまあかな。準備はいい？みんなのおかげだよ。
ハック開始だ。なんとかなったね。開始だ。この木を逃さないで。みんなのおかげだよ。さあ、行こう。この木を逃さないで。ハッキング始めるよ。まあまあかな。準備はいい？まあまあかな。準備はいい？よしよし、偉かったね。ハッキング始めるよ。なんとかなったね。さあ、行こう。まあまあかな。
ここがワムモン。なんでそんなに疲れ聞きたい？私がどれだけのトラップや。どうでもいい。どうせ全部転んだりドジして起動させたんでしょ。ひどい。はい、あ、はあ、言った、それが秘密の部屋への。こんなのが。うん、何か。リエちゃん、リエちゃん、女神ってるだよ。岸辺リエに対する憎悪が。他の日のパスコードも知りたい。ちな、そんなのいいから。なんでがっかりしてるの。何がリエちゃんよ。絶対に開けるよ。君は好きなの？こういうの。私は無理。君とは趣味が。お待たせ。おかえり。知ってるのかって。そりゃ知ってるよ。だって。何してるの。ねえ、真面目にやってるの。そう、その割には。エリカの軽蔑の感情データが限界値を。やっぱり棚の中にファイルが隠されてる。これだ。やったね。ただスケベだっただけでしょ。あらあら、だ、岸辺、しかもそこ。やだ、ひょっとして勝負下に見られちゃった。言って、ワムも。うん、三島エリカちゃん。許さない。アンチとせ、ひょっとしてあなたにそんなこと。お礼を言うべき。あなたの存在があったおかげで、リュウジキュン、かつては正義のハッカーと謳われた柔道の難波。ほんと。あんたの言う通り、私は。でもあんたのことは。あらあら、何をするつもり。ひょっとして、あら、あなたもリュウジこの姿になるのは。人間がデジモンに。びっくりした。でもね、人間猫、つまり生きて返す気はなかね。残念ね、エリカちゃん。そして輝きしバラの名をいただく。その顔を恐怖の色に染めてやる。
この機を逃さないで。この機を逃さないで。これは警察が、まさか。ああ、私のデジモンがあんたの大事に、こんなことしていていいの？こんな短時間で警察を動かした。逃がさない。ほうけてる場合じゃない。あらかじめ又吉さんに連絡しておいたの。私が証拠を手に入れたら新都庁に行こう。私のデジモン強いんだよ。ハック、開始だ。
開始だ。みんなのおかげだよ。さあ、行こう。よしよし、偉かったね。さあ、行こう。よしよし、偉かったね。
ハック開始だ。OL にだって趣味はあるのよ。なんとかなったね。
さあ、行こう。みんなのおかげだよ。舐めちゃダメよ。お夕飯の時間に間に合うかしら。なんとかなったね。
さあ、行こう。よしよし、偉かったね。ハッキング始めるよ。なんとかなったね。ハッキング始めるよ。ハッキング始めるよ。この木を逃さないで。よしよし、偉かったね。準備はいい？なんとかなったね。
仕方ねえな。ハック、開始だ。よし、いざ勝負。ランチタイムの暇つぶしにちょうどいいわ。残業にならないといいな。いっけー。
さあ、行こう。いらっしゃいませ。後悔するぜ。よし、いざ勝負。後悔するぜ。ハック、開始だ。
後悔するぜ。さあ、行こう。後悔するぜ。案外大したことなかったな。
後悔するぜ。ようやく終わったか。お疲れさん。後悔するぜ。ハック開始だ。
開始だ。なんとかなったね。仕方ねえな。開始だ。みんなのおかげだよ。後悔するぜ。ようやく終わったか。お疲れさ。
さあ行こう。いっけしかたねえな。仕方ねえな。ハック、開始だ。東京のおまわり、なめんじゃねえ。ぶちかませ。東京のおまわり、なめんじゃねえ。仕方ねえな。このまま突っ走れ。ようやく終わったか。お疲れさ。開始だ。
またよしさん。おう、エリカちゃんか。君の岸辺は？それがヤッコさん任意同行を拒んで中にはいるらしいんだが、これだけ広くちゃな。協力させて。おおい、岸辺の位置を特定するの。岸辺理恵はあの女がいるところにはきっと。見つけた。うん、それでどこにいるんだ。教えてもいいけど。いや、それは岸辺に落とし前をつけなきゃいけないの。お願い、エリカちゃんにはかなう。しめ、予想以上にお早い。エリカちゃん、あらあら、ああ、それはそうよね。でもあなたに施していた血、うちの主任家、私の特別認可でエデン内に高度なセキュリティを張り巡し、そこでデータ容量を管理することで、あなたは他の企業や病院では決して真似できない治療なの。あなた何者なの。肉の体を持ち、気を、実は前々から人のくせに私を追い詰めから、ここでなら、これが現実の痛みだ。重いでしょ。エデンの技術と人間の体だって、こうやってシグナルを飛ばしてる。現実の痛みをバカに。そうね、教えてくれ。勉強になったからお返し。またよし刑事。女の争いに男が口。別に、おっかねえな。バカバカしい。これだから人間は醜悪だ。まあ。待て、ごめんなさいね。私の目的のためこの辺りで。ねえエリカちゃん、あなたは自分が一体どこにいると思う？リアル、それとももうどこに。現実とデジタルの狭間でその境界線が崩壊した。
な、おい、急いで下に人、お前さんたちはここにいろ。おう、と、これで終わったの？そう、でも泣いてないから、引っ叩かれた方が痛いだけだから。お兄ちゃん、千歳、昨日未明、エデンネットワークを運営する。結局わからない。ねえ、そっか、これで。でもお兄ちゃんとやっと一つ